Fight for your freedom!はい、皆さんこんばんは。鳥越アズーリ FM の皆さん、毎週金曜日、夜10時、このお時間はですね、プロレスリングフリーダムズ冠番組、ファイトフォーユアフリーダムを、毎週お送りさせていただいております。ありがとうございます。実は昨日ですね、フリーダムズ新木場大会を終えたばかりということで、いろいろね、お話ししたいことはたくさんあるんですけども、そんな中ですね、昨日出場したたくさんの選手の中から、一番ね、大歓声を浴びていたこの方、もう鳥越アズーリ FM2 度目の登場です。本日のゲストは山下里奈選手です。こんばんは、よろしくお願いします。こう2度目のゲスト、はい、もう2度目呼ばれた人まだ誰もいませんよ。ありがとうございます、はい、なのにスパン結構短い、スパン結構短いよね。話すこと何もないです、はい、なのになんその寝巻きみたいな格好したのいきなりだけど、ちょっと山下里奈起立、起立、お前このまま布団からそのまま来ただろう、お前そのまま今これでこれ終わったら布団に直行する気だろう。おふてくされんなはい、図星です。いや、下半身が映らない番組、いやー甘いな、甘いな。立たせるなんて聞いてないんですけど。それ、その T シャツは何？これは、うん、かわいいね。人ん家の犬なんですけど。人ん家の犬？どういうことですか？自分が人ん家の犬が、うん、いつも散歩させてるんですけど。人ん家の犬を？犬を、うん、はい。すごい好きで、私が勝手に、うん、勝手に写真切り抜いて、うん、勝手に T シャツにして勝手に着てます。大丈夫ですか？迷惑がられてない？あ、でも飼い主さんのところに来て行ったらちょっと受けました、うん、ちょっとやや受けぐらい笑ってもらえた。ちょっとや、はい、はい、やや受けぐらいね。3000円かけてやや受け。私のも作ってみてにはならなかったの私の T シャツ、それ、うん、その、うん、その T シャツ、飼い主さんも欲しいと言わなかったの。飼い主さんの分も作りました。あ、作ったんだ。はい、だからロット3しかない、ロット数3なんで、あの1枚単価すごい高くなって、ね、3枚9000円かかったんですよ9000円でやや受けそれ売店で売るしかないね。はい、年内に必ず発売します。フリーダムズ売店で売りましょう。はい、佐藤ムーチョくんです。はい、よろしくお願いします。はい、昨日は、アンチョイン対決なんかもありましたね、はい、この辺の話もですね、この後じっくり聞いてみたいと思います。その山下選手、今日は、シードリング新木場大会かな、はい、を終えてそのまま、はい、スタジオに直行しております、はいはい、なのに寝巻きです。だからシードリングを寝巻きでいきました。はい、あ、そうですね、はい、あのコロナ対策の話をしてくれということなので、あの今日もですね、スリップないのかな、あのトレールっていうですね、あのオゾン層が出てる、うん、あの機械をセッティングしてありまして、あと、うん、今ちょっと見にくいかもわかんないですけど、2人の間に一応ちゃんとあのアクリル板も設置しておりまして、その状態での、スタジオでの、トークになっておりますので、コロナ対策しっかり行っておりますので、大変ご安心の上、お誕生日おめでとうございます。ちょっとございました。びっくりした、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そうか、そうですね、ありがとうございます。あ、すいません、先週はあの実はあの進むゆうやの誕生日を、はい、僕あのちょっとサプライズ仕掛けて、スタジオの方と作戦練ってのケーキをね、はい、持ってきてもらったんですけど、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ自分からも、え、フレンチクルーラー、これは自分よりさっき買ったやつ、しかも俺が金払ったやつじゃねえか。高橋さんがさっきコンビニで買ってくれて食べなさい。いただきます。それは食べなさい、はい、ね、人に買ってもらったもの本人にあげないの、はい、ありがとうございます。じゃあこのお花をね、あのここに綺麗に飾って、うまく僕のカンペを隠しましょう。はい、はい、ありがとうございます。さあではですね、この昨日の新木場大会、緊急事態宣言の最中ですね、開催した、大会ということで、まあその中でもいろいろリング上でもね、新たな動きもたくさん見えて、すごい混沌としたフリーダムズマットね、新年早々すごい混沌としてきましたが、うん、まあその辺も含めて、この後じっくり山下選手にお話を伺いたいと思います。今日は最後まで50分間よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ありがとうございます。じゃあまずですね、
山下選手の話に入る前に、まあ、昨日の新木場大会、まあね、コロナ対策 の、 ソーシャルディスタンス仕様っていうんですかね、の座席とはいえですね、まあ、150名を超えるお客様、まあ、チケットが実際なくなりまして、本当にたくさんのお客さんに来てもらって、その、まあ、声も出せない、ね、声援も、ね、送れないというさなか、すごい温かい拍手をたくさんいただいて、うん、で実際まあ、たった12人しかいないフリーダム所属ですけども、その中の、まあ、正岡大輔、それは直前の直前になって、カムイと、ドラゴンリブレ、ね、計3選手が欠場という、そんな中でも、たくさん会場に来ていただいて、本当に昨日僕も前説とかねやったんですけど、本当にちょっと試合前からちょっとかなり感極まるぐらいの温かさで、はい、その中ですね、まあ、本当パッとひらめきのアイデアで、各試合四方に、試合前に記念撮影タイムを設けるっていうのをちょっと実験的に、まあ試合数が減ってしまった、まあ、お詫びも含めてやってみたんですけど、それどうでした？いや、自分がお客さんだったら絶対嬉しいって思います、うん、そう、なんか選手の試合中のアピールとかだったり、うん、ポーズとかって絶対そのお客さんが多い方の南側に寄りがちだったりとか、はいはいはい、あるね、試合中ですらそうあるじゃないですか、うん、なんか入場から自分の方向にちゃんと向いてみんなが全員こう揃ってくれるっていうのはすっごい嬉しいです。そうだよね、うん、だからなんか積極的にもし余裕があるときはぜひって思いました、ね、まあ、今回は、まあ、たった4試合しかないっていうこともあったんでなおさらですけど、うん、まあ、ちょっとこれをね、まあ、毎回恒例とまだ言えなくても、うん、まあ、ちょっといろいろこういいタイミングでちょいちょい入れていきたいかなと思ってます、うん、僕はちょっと、ね、作田植木に奇襲をかけられたんで試合前できなかったんです、司法への記念撮影を。なんで試合が終わってから、はい、まあ、杉と2人、はい、杉と吉野恵子レフェリーを間に挟んで3人でやったんですかね。なんか吉野さん手挙げてましたよ、はい、もうなんかねブツブツね、捉えられた宇宙人みたいやんけとか言いながら、ね、はい、やったんで、あとでね、僕のツイッターとかね、SNS ブログとか見てみてください。困ってました、はい、困ってました。完全に僕と杉はもうすごいこんないきり顔してるんですけど、真ん中で吉野恵子が両腕捉えられてたらすげえ、困った顔してる面白いシーンがあるんで、ぜひ僕のブログとか見てください。はい、ではここら辺でですね、じゃあ山下さんの話題に入りましょうかね。はい、昨日の、はい、新木場大会では、藤田実選手と組んで、ああ出ましたね、はい、はい、あ、いや山下になった感じですね。 今、はい、今このタイミングで、はい、はい、藤田実選手と組んで、葛西潤、武田正史、はい、との、何でしたっけね、ペインパラダイス痛みの楽園、ね、スクランブル式トルネードタッグデスマッチ、はい、はい、これ葛西潤からの要望で、うん、このねコロナでね緊急事態宣言、もう世の中が元気ない今、このアンチェイン対決、うん、デスマッチでみんなに、ね、元気をお届けしたいというアピールを、まあ、僕に直接あって、はい、うん、まあ僕もダメっていう理由はこれっぽっちもないんで、うん、あ、じゃあやれやれってことでやらせたカードでしたけど、うん、実際言われてみてどうでした？言われてみて、うん、なんかすごいハッとしました、うん、なんか結構フリーダムズから与え対戦カードとかも、うんうん、いっぱい与えられてばっかりで、葛西、うん、さんがそういう風に発信して、うん、すごいハッとさせられて、うわこれもう便乗っていう形になっちゃうけど、はいはいはい、自分もちょっと乗っかっていきたいってすごい、うんうん、思って、まあ、うん、後からちょっと自分もぜひお願いしますみたいな感じで、うん、そうですね、あ、また試合できるのはぜひ、そうだね、って思いました。なんか去年の 10.4 の11周年、畑11周年っていう、あれ結構ね評判すごいすこぶるいい試合だったもんね。そうですね、うん、なんかでもなんかランクインしてたなんかで、何かでランクインした、あ、ここの あれですよ、フリーダムズの あれでなんかあの試合良かったよねみたいな、あれ、あ、そうだ、あれ1位だったんじゃないかな多分、うちの本当ですか、選手がやった、はい、投票でね、うん、自分の試合もだけど自分のじゃない試合でも2020年この試合良かったなっていうやつを言えって言ったやつで多分1位だったと思います。へー、やるな、主、やるな、主、ありがとうございます。はい、それで、まあ、そんな中、はい、いろんなアイテムがかなり飛び交ってましたけど、うん、はい、
山下さん手を、はい、手を怪我されたそうで、ちょっとなんか試合中にちょっとなんかは、はい、多分結構鋭利なものが多くて、はい、山ほどありましたね、鋭利なものが山ほどあったんでもう全部に心当たりがあるちょっとどれか断定できない、断定できないです、うん、もうどうなってもおかしくなかったので、はいはい、なんでどの競技で誰がどうこうっていうのは分からないです。気がついたらもう切れてた、もうなんか熱い、熱い、はい、熱っみたいな、マットでシャってなって熱っ、はいはいはい、ってなったと思ったら、なんかここが脈打ち出して、おー、やばい、ドクンドクン言うやつね、はい、やばいって思ったんですけど、まあそれ序盤中盤、結構序盤で、結構序盤でやっちゃった、序盤でした。ここもうわーってなってるし、他もめっちゃラダーの上に投げられるし、うん、全部わーってなってました。なんか昨日鋭利なものは何があったの？いっぱいあったと思うけど、ビューティーマーダー、ビューティーマーダー、はい、武田さんがハサミ、ハサミ、はい、ノコギリ、ノコギリで、自分ちょっとカッター、勝った、出しちゃったり、はい、あと藤田さんはミキちゃん持ってきてました。ミキちゃん、あのサクちゃんのやつ、ね、はい、あの人の頭になんかすごいのついてるやつとか、はい、あ、他なんかあったかな。もうこれだけ聞いたら昨日何をしてたのって感じだけどね、はい、あと途中でお皿と鉢、うん、あの、はいはいはい、ガーデニングで使う鉢を割って、はいはいはい、割って、藤田さんと割って、はい、ザラザラってして、うん、投げられました。それはね、それはね、あのね、はい、なかなか目に始まらないよ、それは。ちょっと、うん、あの割ってる時ドキドキしてました。裏で待っててね、戻し始まるんだよ、はい、なんでかなと思って。そうそう、うん、試合中にまあ終わってたんですけど、うん、なんかそのお皿がですね、し、うん、もう気合十分だったので、おうおう、16枚ぐらい買って、うもう試合始まる前に、藤田さん、お皿か持ってきましたって言ったら、え、多くないですか？なんかもうすごい、もう眉間がもうすごい、うん、多くないですか、多くないですかって言われて、え、そうですかみたいな、なんか、うん、これぐらいかなって思ったんですけど、いやーって言って枚数数え始めて、うん、ちょっとこうあれと思ってたら、16枚あったのが、うん、なんか10枚ぐらいガッて引いて、あ、うん、それを10枚使うのかって、10枚アウト、あ、 10枚アウト10枚外された、あ、そんな外しますみたいなと、うん、え、だって割るのみたいな感じで、あ、もうこれ以上はちょっと、あ、はい、じゃあお願いしますみたいな感じで、16枚も持ってったのに、うん、10枚残っちゃったんだ、10枚か11枚ぐらい残って、でもうで帰り際はちょっと怪我してたので、あ、そうだよね、でもそんな重い皿を結構しかも大きくて、うん、なんか週刊プロレスさんとかに、うん、5枚ぐらい渡しました、お願いですって言って、もう血は持てませんって言って皿持って帰ったの、皿持って帰ってもらいました。多分週刊プロレスの、うんうん、多分なんかプレゼントとかに近々、はいはい、多分サイン書いたりとか、え、日付とフリーダムズの名前書い、山下里奈が買って新木場に持って行ったのに割らずに、割らずに使われなかったお皿が、困ったお皿が週刊サイン入りで週刊プロレスの読者プレゼント、読者プレゼントになる予定です。あ、じゃあぜひ皆さんこれね、読者プレゼント出たらぜひ応募してゲットしてください。よろしくお願いします、はい、あと他もうシュープロもちょっとって言った分はなんか須山さんとかみんなにみんな迷惑があってんじゃねえかよ。なんでプロレスの取材とかなんか試合しに来たのにデカ皿もらうんだみたいな感じだろうなって。プロレスマスコミがうちの取材来なくなっちゃってどうすんだよ。その時は皿回収します。余ったやつみんな持って帰らされるっつって、すいませんっつって、まあ、病院それはマネキンお前事務所にお前持って帰る羽目になるわ。そらそうなんでしょ、めんどくさい凶器を持ってきては、うん、なんか誰かに後始末させるっていう。怪我は実際どうだったんですか？怪我は、うん、この人差し指と親指の間を結構グッていっちゃってて、なんか指を動かすたびなんか脂肪も全部見えてて、うん、うわっ、見えちゃいけないやつが見えてる感じね。なんかしかも赤黒いなんか、うん、指を動かすたびに一緒にピクピク動いてくれる筋っぽいのがなんかパッツンいってたんですよ、うん、わーと思ってこの無理ーって言って、うん、
で、まあ、いざ病院に行って、うん、病院の先生になんか、いや、ここってすごい神経多いんですよ、うん、みたいな、もうこっちはもう、うわー、もう神経、ってなってて、よく見たら、ん？って、ん？なんか、あ、もう綺麗に全部避けて、避けてますね、みたいな。おぉ、大丈夫なんだ。あ、もう、はい、全然めっちゃ動きます。よかったよかったよかった。はい。で、でもその後、なんか、ぐわー掃除して、なんか、現れるやつ。現れるやつです、うん、はい。なんか、結構ガシガシされ。あれが痛いんだよね。あれが、で、麻酔打つんですけど、うん、めちゃくちゃ酒あのね、ちょっと、あ、それは病院に行ったんだよね。病院行きました。病院は、誰の車で行きました？葛西純選手の車でちょっと連れてってもらいまして、はいはい、試合でね、怪我をした上にカリスマに病院に送らせるという送らせて、はい、はい、コーヒー、なんならね、あのね、僕がね、送りますって言ったんですよ。車、車用車、いっぱい荷物あったけど、一生懸命ね、席1個空けたんで、俺が病院まで送るよって言ったのをあっさり断って、いや、カリスマがいるんだよっつって、いや、ちょっと待ってください、待って、いや、もうなんか、いや、そちらで話つけてますね、もう、葛西さんの車にちょっとお願いしました。どっちがいいとかじゃなくて、うん、荷物的にやっぱり、あ、はい、位置関係とかも、ね、病院の位置関係とかも考慮して、ちょっと。考慮した上で、はい。葛西純を選んだわけね。葛西さんが、あ、俺の車の方が多分あれだよって言う、うん、うん、っていうことにしてください。ということですね、はい、で、それで病院まで行ってカリスマに送ってもらって、で、なんか、あ、もう病院送ってもらったので、すいません、お手数かけましたって、うん、もう、どうぞもう、お家ど帰られてくださいって言って、うん、いや、ちゃんとどうなってるかまで、ちゃんと、うん、見届けるっていうか、ちゃんとさすがですね、つくよ、いとくよって、うん、別にいてあれじゃ、あれなわけじゃないけどって言ってくださって、うん、本当ですかって言って、なんならコーヒーをおごってもらって、おぉ、ブラックですね。しかもあれだろ、しょっちゅう終わって、ずっと葛西待っててくれたのに、葛西帰らせて、お前、友達迎え呼んだんだろ。え、嘘、いや、昨日ですか。うん、あ、違うの。違うし、嘘、どういう、待ってください、葛西さん、ちょっと。あ、違うんだ。葛西さん。これじゃ話が違うんだ、ね。あら、ちょっと待ってください。いや、そんなんじゃ、もう、友達が迎えに来てくださるので、もうちょっと、もうどうぞ、どうぞ。ああ、もう、そういうことね、もう、治療も終わって、でも、すっごい叫んでて、うん、でも、自分的には、っていう感じ。まあですか、まあ、ああ、刺さってる、って言って、うん、いや、これは、前も同じ病院で叫んでたんですけど、うん、前回より全然我慢できたと思って、もうミッションみたいな感じで、で、言ったら葛西さんがすげえ声でしたねって言われて、えーって言って、いや、でもデスマッチ終わった後のシャワー室の杉浦さんよりはマシですよっつって、あれひどいね、あれひどい、あれひどいですね。一応ね、俺も心配だったから、葛西に連絡して、山下どうってちょこちょこ連絡入れてて、はい、で、あ、今処置室入ったよ、はい、今多分処置受けてるよ、めっちゃ悲鳴聞こえるよって、この3段階で連絡来たんで、はい、その上で、あ、終わったみたいっていう、はい、4段階かな、うん、連絡ちゃんと逐一来てましたからね、はい、写真も、あ、写真も葛西さん、治療終わっててピースしてましたから、ね、そうピースって言われて、ピースですって言って、まあ、でも無事で、ね、処置が終わって、まあ、大事に至らなくて本当に良かったですね、はい、10日ぐらいで糸抜けます、うんうん、今日の試合だからこれでやったわけでしょ。これでやりました。大丈夫、糸はねてない、もう指がこっち開かないようにガッチリ固定して、ガチガチにして手袋をはめて、おもう バッチバチでやりました。あ、よかったよかった、はい、じゃあ、まあ、怪我に関しては大丈夫ということで、はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、まあ、でも昨日の試合でね、はい、まあ、藤田実、山下里奈組で、まあ、葛西純、はい、武田正史、アンチェイン同士対決ということで、はい、まあ、大方の予想を多分ね、まあ、失礼です、裏切るというか、本当まさかの藤田山下組の勝利だったとは思うんですけど、本当、ね、
本音というか正直な話、うん、まあ、なんか山下が頑張る時はやっぱり負けるだろうみたいな、まあ、その絵はどうしても浮かんじゃうよね、まあ、もう、うん、そうですね、まあ、あの2人がえげつなくやるんだろうなぐらいのね、はい、山下捕まるんだろうなえぐい2人にみたいな、うん、はい、まあ、そんな中、まあ、最後は藤田ミヤルが勝ったかな、サムソンクラッチで私が笠谷さんを金的してうってなった時にサムソンクラッチで丸め込んでくれて、あ、じゃあそれでまさかの勝利をしたわけだ、はい、その上で、アピールしたのが、はい、まあ、前々から言ってた、はい、KFC タッグの挑戦だよね、はい、ビオレントジャックと、うん、マンモン佐々木の、はい、持つベルトにの挑戦を表明したわけだね、はい、でそれのね、君たちの試合の1個前に、はい、マンモス・ジャック・ゲンタロウ対進む健吾・平田組かなで6人タッグがあって、はい、そこで進む健吾組もマンモス・ジャックに挑戦を表明してたっぽいんだよね。でマンモス・ジャック組からすると一つの大会で一気に2チームから挑戦を受けたっていうことで、はい、まあ、若干困ってたんです、はい、さあ、まあどうしようかなって、はい、まあ、まあちょっと王者組とも話した上でですけども、うん、まあ負けて挑戦表明をした進む優也健吾組と、うん、勝って実績をしっかり残した上で、うん、挑戦表明をした、まあ、うん、山下藤田組、うん、こうと思えば、うん、やっぱり藤田山下組が先なのかなという判断をしまして、これでまあめでたく 2.9 後楽園ホール大会での藤田稔山下稔組の挑戦が決定いたしました。はい、よろしくお願いします。じゃあここでじゃあホームページ の、はい、2.9 後楽園ホール大会っていうテロップを、はい、出してもらっていいですか。はい、それちょっと、はい、大きくしましょうか。はい、2月9日、まあ、次回大会ですね、フリーランス後楽園ホール大会、2021年初の後楽園開催になりますけども、こちらの大会、Go Beyond the Limit 2021という大会タイトルですね。すでに決定しているカードとしまして、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、デスマッチ形式は未定ですけれども、杉浦徹、王者杉浦徹対挑戦者作田敏行、うん、ね、王者杉浦、12代王者杉浦の8度目の防衛戦というのがすでに発表してあったんですけども、うん、それがまあ昨日の大会を終えて、いろいろ、まあ、うん、いろんな流れがありましたけども、まあ、それでキングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ、アンモス・ザキ、ビオレンジャック、王者組に藤田稔、山下里奈の挑戦が決定いたしました。はい、はい、第16代王者にの12度目の防衛戦とですね、はい、昔マンモス佐々木杉浦徹組が11度の防衛に成功しているという記録を持っているので、これでマンモスジャックが勝てば、新記録、お長期政権もいいとこですよね。すごいですね、はい、でもなんか飽きないというか納得しちゃう2人、納得しちゃうね、納得しちゃいます、ね、逆になんかもう、じゃあ、うん、誰だったら勝てんの、はい、2人にみたいな、誰だったら納得できるのところに、まああんたもよく挑戦表明しましたね。うーん、今かな、今かな今だなって、ノリに乗ってるね、はい、藤田さんはキョトンってしてましたマジでみたいな、みたいな、するのあそこ行くみたいな感じ、なんでしたなるほど、そういうなんかチグハグな感じがまたいいですね、このチームは、はい、そんな中ですね、昨日の大会中というか、まあ一つ大きな事件がありましたね、はい、その武田、葛西武田、藤田山下組の試合終わった後もなんかいろいろざわざわしてて、まあ、僕裏で控えたから分かんなかったんですけど、はい、なんかざわざわしたんですけど、まあ、メインで、僕杉浦組対作田植木組のデスマッチがあって、まあ、残念ながら私負けた上で、はい、ちょっと何がどう起こったか分かんないんですけど、リングで倒れてるところいきなりなんか蹴落とされたんです、場外に蹴落とされて、あいたと思って誰かと思ったら、はい、武田正史だったんです。ほうで、なんでって思って、うん、でなんで武田がいるんと思って、そしたらなんか杉もなんか蹴落とされたなんかしてて、お、いいぞいいぞ、いや、いいぞ、おい、こらこら、で結局作田植木と結託したわけですね、はい、はい、そのセミのアンチェン対決の後は何があったんですか。そのなんか自分と藤田さんで、うんうん、挑戦すると、で笠井さんが、はい、もしベルトを取った暁にはまたこの4人で、はい、俺と武田がお前らに挑戦するって、はいはいはい、またこの4人でなんかまた
チャンピオンシップやろうぜみたいな。そう、次はもうベルトをもし取れたらベルトをかけての戦いをやろうみたいな感じで、うんいいねうん、もうなんか挙動とした藤田さんもおおみたいな感じで、私もおおってなってたんですけど、うん、武田さんがまあ いつも勝手に決めるな決めないでくれって言って、なんか自分には自分の考えがあるみたいな言ってて、それ聞いてもうあのダブル巨トンですよえみたいな感じ でこの空気壊すのみたいな、あそこはなんかやってやろう やろうじゃねえかじゃないんだと思って、えーって思ったらもう帰ってで、笠井さんもじゃあ吹本と挑戦だ挑戦してやるよその時はって言って、うーんって思いながら残されました。でちょっと不穏な感じでなんかちょっとそうだったんだね、うーんなんか納得してないよって感じで、試合中は別にいつも通りの武田正史もうはい、あまあ、あのえげつない感じね、もうはい、なんかバットになんかハサミつけてもうあれなんか誰かのツイッターで見てもなんかホラー映画かと思ってね、ホラーでしたすごいね、はい、あそんな感じだった。それで、その行動に出たのがメイン後のあれだったわけだね。メイン、はい、あちょっと何となく点と点がこうつながってきましたね、はい、それを受けまして、先ほどの 2.9 後楽園のカードもう一度よろしいでしょうか。はい、それを受けまして、2.9 後楽園ホール大会では、デスマッチ形式見て、笠井純木本健二組対武田正史植木高之組、はい、このタッグマッチも決定しております。はい、はい、まあタッグチャンピオンシップそれからシングルのチャンピオンシップそして、まあ武田とねこの植木作家たちがまあユニットなのか、まあだとしたら何かユニット名とかを考えてくるのかちょっとわからないですけど、まあ武田がまあアンチェインに牙を剥く形で、こういう対立構図が、生まれてしまったわけですね。でも昨日も葛西よりもむしろ熱くなってたのはフッキーでしたね。ああ、うん、でちゃんと私見てなかったんですけど、なんか、はい、なんか吹本さんこう、うん、なんか急に熱いもの込み上げてくる時ありますよね。なんか試合は試合でなんかいつもの楽しいフッキーみたいな感じの、はい、なんかアレハンドロと仲良くやってましたけど、はい、一緒に試合、まあ、僕はねそのさっき言ったように場外にいきなり蹴落とされてなんだと思ってるところ、はい、なんかそれこそあのマスクをしたまま登場したあたりがなんかまあ余計リアルだなと思ってもう今控えすから本当すっ飛んできただろうみたいな、なんだとみたいな感じで、うん、な感じでこう久しぶりにこうちょっと熱い復帰を見たなみたいな、うん、なんかやっぱりつながりとかにやっぱりその一番熱いのは木本さんなのかなって、前もそのサクターが あ、ね、あのアンチェインにっていう後楽園でも10分の十何分で裏切った時も一番オラってなってたの木本さんだ、そうだったね、なのでやっぱ、はいはいはい、そうです、熱いものをちょっと、まあ、でも多分笠井、木本、武田は多分この3人が多分オリジナルアンチェインだったと思うんで、はい、うん、そこから後から藤田稔が入ったり、あのその前に本間智明がいたようないなかったようなみたいなのがあったりしつつ、はい、軍曹がいたのかいなかったのかみたいなのがしつつ、でもとりあえずこの3人笠井、武田、吹本この3人だけはもうオリジナルアンチェインでずっとねやってたと思うんで、まあそういう意味でやっぱ復帰はやっぱね気持ち的にやっぱ許せない部分があったんでしょうね。まあでもその辺はちょっとまたこれも楽しみなところかなと非常に思います。で昨日ね実際試合をしてみて思ったんですけど、あの植木、はい、植木貴之、はい、あいつちょっとどうでした、悔しいがな面白いですね、はい、やってて非常にあの熱いものを感じましたね。後楽園もだいぶ、あそうそうそう、大爆発したね、してましたね、うん、はい、なんかちょっと、はい、まあ、サクターと組んでるね、うち今出ている感じですけど、ここからまた植木のシングル路線とかももしかあるのか、まあ、多分彼は彼で僕はですね、まあ、武田と組むのももちろん面白いし、それは好き勝手にやってくれていいんですけど、そういうなんか作田とか武田とかの古文的なポジションに絶対収まってほしくないなっていう、はい、彼は彼の独自の、あのアピールをちょっと見せてほしいなって
思える選手でしたね。はい、あのまあ僕はねこんな昨日の試合実際負けといて、はい、偉そうなこと言うあれでは全くないんですけど、はい、想定してたものよりもはるかに僕らの中では上の選手でしたね。自分植木選手同期。あ、そうなんだ。です、はい、キャリアが一緒ってこと？キャリアが、はい、同じです。でもめっちゃ遅い、うん、あれあれ2013年。えでもどあれもしかして植木年下？年下です。年下です。植木の年下か。はい、キャリアは一緒で。キャリアは一緒で、そうなんです。はい、めっちゃ おっさん臭いじゃないですか。こう貫禄が、はい、え20代20代ですよ植木選手。マジか。はい、20あれいくつですか？後半、まあそうだよね、と思うんですけど。山下より下ってことは28区。はい、多分。ええー、はい。まあでもそうなんです。まあちょっと悔しいかな。でもその強い、面白い。20代のデスマッチファイト、まあ杉がね、まあ30歳になってしまったとはいえば、ね、20代後半ね、まあこれから出てくるであろう平田も含め、20代後半からこう30成り立てぐらいの選手が、ね、これからまたあのトップ戦線食い込んでくるのもまた面白いですし、うん、まあ自分もそうです。まあ笠井、吹本、まあ40代がですね、まあ、うん、藤田実もそうですね、うん、40代がまあ負けてたまるかとこう、ね、それにこうストップをかけるように踏みとどまるのもまたいいと思いますし、うんはい、まあまあこういろんなねこう、アンチェイン、そこはまあ武田作田、植木、うん、あとまあ、まあ、マンモス、ジャックは盤石だし、うんうん、まあ、昨日はなんかよくわかんないバラモン龍、バラモン K とかも生まれましたね。変なチームが。高岩さんが、高岩さんが、はい、まさかの、まさかのバラモン龍になってましたね。はい、はい、でも何ですかね、違和感のなさ。なさね。なさですね、うん、最初からそうであったかのような感じがすごい。これね、もうちょっと お願いしたいなと思った。それまでやるんだったら僕は高岩さんに後ろ髪を伸ばしてほしいなと思って、ね、これ誰か言えないかな本人に。この声が届いてるといいです ね。もうこれ鳥越あずり見ててくんないかな高岩さん。いやもう寝てそうです、ね、寝てそうね。あのハイボール飲んで寝てそうだね。寝てらっしゃりそうだ。まあもし何か言われたら全部山下のせいなんだこれは。いやいや私は一切責任は取りません。はい、そんな感じで、昨日もそうですね。それでまあそうそう、それでまあ王者杉浦もそうですけど、まあ、フリーダムズ軍もですね、あのまあ黙ってられないところでして、うん、まあ次チャンピオンシップ控えてるので、まあ、杉浦にどう、ね、ゼガヒデもベルトも持ってほしいところでありますけども、うん、あとやっぱりあのね復帰したばかりなのに、また欠場に追い込まれてしまってる正岡さんですね。はいはい、正岡さんは今、まあ、11月の武田さんとの試合で、まあ、首をちょっと痛めて、そこから、まあまあ、場所が場所なんでね大事を取って欠場させて、でその後1月2日の新木場大会で一応復帰はしたんですけど、やっぱり本人的にやっぱまだ万全ではないかなというところもあったので、これまた、まあ、大事を取って、また欠場に今入っておりますけど、まあね、まあいろんなところで言ってます。あいつの大丈夫ほど、ね、あいつが大丈夫っていうの言葉ほど信じちゃいけないなというところもあってですね。その世で一番信用できない。大丈夫。はい。だからまあ一応ね、2月9日の、新木場大会を、初めて後楽園ホール大会を、目標に、まあリハビリと、まあ実際リング練習ももう始めてるので。なのでそういう意味でね、2月これ間に合ってくれればいいなと思っております。はい、あと新木場を休んだカムイとリブレですね、うんうん、はい、でカムイからは、今日かな一応連絡があって、まあ、濃厚接触者には当たりませんでしたという、はい、まあ、昨日は一応、まあ、まだグレーだったので大事を取って休ませましたけど、まあ、濃厚接触者には当たらなかったということで、うん、まあ、このまま何もなければ2月9日は普通に出場してもらおうと思っております。はい、でドラゴンリブレも、PCR を、一応受けて、うん、でまだちょっとこれもまだ結果がまだ出ていないので、うん、まあ、なんともまだ言えない、まだリブレはまだグレーゾーンのままですね。はい、でこれで何もなければ、まあ、本当にそのまま 2.9 後楽園には普通に復帰できるというところですね。はい、まあ、はい、このまま、ね、何もなく、なく、ね、そうですね、はい、でみんな元気でまだ2月9日に全員揃えることをちょっと
臨みたいですね。はい、はい、うん、さあそこでですね、あとこれは、前売りチケット情報がございます。はい、フリーダムズはですね今、ホームページ、さっきのホームページ出ますか、出ました、はい、この右上にですねチケット予約フォームってのがあるんですけど、こちらをクリックしていただけると今この後楽園ホール大会 2.9 後楽園大会 2.21 千葉 2AW スクエア大会 2.27 横浜ラジアントホール大会、そして3月4日の新木場大会、これ4大会の前売りチケットを販売しております。はい、で、あと今新木場大会は今まだ準備中なんですけど、上3大会は、チケットピアでも今発売中ですので、ぜひこちらも、皆様ご利用ください。あの全大会すべて、ソーシャルディスタンスを取った、感染症対策用の座席となっておりますので、まあいわばあの座席数が少ないってことですね。はい、昨日も新木場大会150席があの完売という感じでしたけども、はい、そういうことがまあありえますので、ぜひあのこの大会をどうしても抑えておきたいなという方は、お早めにチケットの確保をお願いいたします。はい、まあ、2.9 後楽園ホール大会なんかはまあ私のカードはまだ決まっておりませんが、まあチャンピオンシップあり、山下のタッグ挑戦あり、アンチェインと分裂した武田の試合もあり、かなりカード的にはすごい注目のカードが出揃ってると思いますので、ぜひ皆さんこちらも応援よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ山下さん最近どうですか。最近、今日はシードリング出て明日は何があるんですか。はい、後楽園ホールで、お昼の11時半から、はい、アイスリボン参戦します。カードは対戦相手が、セラーリサー、お、藤田茜、お、平井くるみ、結構アイスリボンの中ではタッパのある3人、そうだね、みんな大きいね。そうで、うん、で自分、一方、はい、自分で青木樹、はい、トトロさつきの3人で組んで、これノーマル、もう何もそういう普通の通常ルール、そういう何も、はい、で特に遺恨とかそういうのもなく、もうなんか結構デカめの選手が結構ガッと集まったんで、ね、うん、で、まあ、まあこのカードに関しては、うん、まあ、自分は後輩2人いるので、うん、結構自分がうわー前に主張することはできるんですけど、うん、後輩はどんどん血をもっとこううまいことを利用してほしいなっていう気持ちが、まあそんなこと言うキャリアでもないんですけど、いかんせん手がこれなんでちょっとあんまり受け身取らないようにフォローしてほしいよっていうことをちょっと今遠回しに言いました。そこは君が引っ張るってガンガン行くとこじゃないの、はい、いやーまあっていう感じの明日は後楽園です、もうこれ今もうだってもう10時半も過ぎてますけど、もう12時間後にはもう後楽園いなきゃいけない、もう寝坊するんじゃないですか。いや本当にそれが起きた時にホール終わってたらどうしようみたいなそれ誰か起こしてくれるからさすがに終わってたら、いやもう本当にそれが怖くて、か今日来る時に、うん、まあ、そういえば明日昼アイスリボンだって、ああもうそれ止まってっちゃえばいいじゃん。いやなんか何もあ持ってるじゃん、持ってます、コスチュームだって持ってます、グッズも持ってます。そうじゃん、はい、そうだ、どうしようかな、うん、はい、あ、そうしました解決しました、はい、うん、でまあ近かったら近いってことで油断するんだけどね、はい、そうなんでしょうね、うん、まあどっちにしろ遅刻するんでちょっと、はい、気張っててほしいですね、アイスリボンの方々は、ね、うん、なんかで最近は結構人前でこういう風に呼んでいただいて人前でお話しすることがすごく増えました。そう、ね、YouTube だったり、あと来月には東道館で鈴木健さんとトークショー、今日藤田みのるさんがやってるやつ、そうですそうです、そうです、あれやんの、はい、来月、今月は藤田さんで、ね、来月私、藤田さん辞めた団体のこといっぱい話してみたいだけど、はい、あいつはダメだみたいなことさっきツイッターね、ツイッターすげえ出てるうわこれ聞きたいっていう、ね、めっちゃ気になる話ばっかりやったけど、聞きたいですね、同じようなこと聞かれるんじゃないの
見ようかな。あ、俺 見に行くわ。あいつはダメだ。それいつやんの？来月の2月の22。2月の22日、にゃんにゃんにゃんの日ね。にゃんにゃんにゃんの日だったと思います、確か。あ、行けたら見に行こう。はい、まだあの予約は受け付けてますので。あ、そうなんだ。はい、で、私の DM とかからも受け付け、予約受け付けてるので、あ、ありがとうございます、大臣官。お、すごいすごい。ありがとうございます。はい。お、はい、明日、さあ、まずね、明日一番最初の注目点はまず山下りんが起きれるかですね。そうなんです、はい、もう無事にリングインしたらもうおめでとうって拍手してほしいです、ね、はい、間に合ったんだと思ってもらえば、よかったよかったって、はい、その上でもうこれでも、はい、セラとはデスマッチやってましたよね。そうですね、分隊だったっけ、分隊、横浜分隊のラストの時に、ね、あ、そうかそうか、出ました、うん、その時も血がバー出て、でしたね、あのめっちゃ切ってた、ね、すごい、その時は9針ぐらい塗ってて、でこ9針はまあまあだね。はい、もうおでこ取れかけてて、ちょっとどういうことですか、なんかおでこが取れバッバッていってて、うん、おでこなんか、取れパカってなんか怖っ、うわ、怖ってなるじゃないですか、うん、怖かったんで病院行きました。いや、そりゃそうだよ、はい、そりゃそうだ。昨日行った病院とあの全く同じ場所で、はい、安心できる病院。え、なんか言われなかったの？いや、なんかあの時のおでこパカの人だみたいな。いや、言われなかったです。はい、でも今日一応あの行ったんですよ。そのしたら病院の人にプロレスラーの方ですかみたいな。あ、はいみたいな。さっき受付の子がなんか、あ、リナちゃんだみたいな、みたいな、受付の人が知ってたんだ。あ、そう、あ、はいみたいな感じで、もうなんかちょっと、あ、でもなんかそそくさと帰りましたけど、うん、はい。でも寺田さん、うん、そうですね、去年やって、やったよね。まあ特に明日はそういうのは特になくないんだね。はい、俺もね、何年か前、かなり前だけどね、はい、あのデスマッチで、しかも蛍光灯でどっかを忘れたけど、はい、どっかをバサッと切って、はい、病院に行って、はい、で、まあ、どうされました、蛍光灯でちょっと切ってしまったんで、はい、塗ってもらえますかみたいな話をしてて、そしたら病院先生がすっげえ難しい顔して、なんか何言われるのかな、すっげえ難しい顔して、おたくさ小高勇って知ってるって言われて、あ、めっちゃ知ってますけどつって、先週来たんだよ彼つって、お何で来たんですかって、蛍光灯で切ったっつって、ね、って全く同じ案件で2週連続でプロレスラー来てて、でその先生に、そのさ、蛍光灯で戦うとかってどうにかなんねえのかなっつって怒られちゃって、そうですね、なんで毎週毎週プロレスラー運ばれてくるんだっつって怒られました。自分は昨日行った時はあのプロレスで怪我したってちょっと言ってなくて、であの野菜切ってたってちょっと言っちゃったんですよ。で、あの白菜切ってて言ったんですけど、いまいちなんか信用してなくて、おでこの血もちょっとついたまま言ってて、なんか病院の先生もおでこも血ついてますねみたいな感じ、あ、おでこはまあまあみたいな感じで言ってしたら、まあってなんだよ、まあまあまあみたいな感じで言ってたんですけど、したらあの本当に野菜切ってて切った傷ですかみたいな感じ、ちょっとあの信用されてないね、信用されてなくて、多分だって料理しそうに見えないもんだって、めちゃくちゃするんですけどね。あのでもなんかどうやらあの、うん、なんかこう思い詰めて、うん、思い詰めてやったとかじゃないですよねって言われてしまって、あの思い詰めて切るにしても、ここはないでしょ、ここは自傷行為を心配されたわけだ、心配されまして、でもここやったし怪我してすぐ救急行くし死ぬ気なんか1ミリもない全然行きたい、電話してたもんね、自分でね、はい、自分で電話して、うん、なんか、ね、2件ぐらいちょっとパスされて、あ、ちょっとみたいな感じで、はい、山下里奈はちょっとつってちょっと名前聞いてこいつはじゃないですけど、うん、なんか、いや、ちょっとうちはちょっとみたいな、ちょっとなんだよって思いながら、ちょっと何さ、ちなみに、はい、そのさっきね、料理をしてって言ってましたけど、はい、得意料理は何なんですか、はい、これ前に言いませんでしたっけ、見てる人にあの山下里奈を花嫁にもらうならみたいなのをね、みんな妄想してもらうためにも言った方がいいですよ、得意料理はこれですみたいな、
肉水。肉水。肉水。肉水ってなんすか。肉水ってその肉水ですよ。肉水ってなんすか。肉水って肉水ってめちゃくちゃ美味しいやつですよ。肉水ってなんすか。肉水食べたことないですか。いやあるかもしれんけど肉水が分かんない。肉水です。それは関西のもの。多分まあ関西だと。九州じゃないの。そう肉、まあ、発祥は肉うどんのうどんを抜いたやつみたいな。肉しかない。肉と汁みたいな感じなんですけど、まあ肉水とかあとの多分前も言ったんですけど肉じゃが。いや家庭的なのを狙ってるわけじゃないんですよ。本当に私の肉じゃが美味しいんです。本当ちゃんとにちゃんとちゃんとにちゃんとにちゃんとにちゃんと分かんないです。ちょっと眠くなったわ。眠くなったちゃんとです。ちゃんと本当にとちゃんとが混ざっちゃいました。そういうことね。ちゃんとに肉じゃががね得意っていうのはなんかそういうね、はい、私料理得意ですよっていうなんかアピールにしか聞こえないな。でも本当に得意です。その厨房で働いてたこともあったんです。ああそうか、はい、あそうだ、はい、ケーキ作れんだよね。そうです、ウェディングケーキ作れます、ね、前も女の子らしいことアピールしながいいよたまには。でもウェディングケーキ作り続けて、うん、うつ病になってやめたんで私にもう無理、もうこんな料理作るの無理って言ってやめたんです。なんでこん私がこんな人の幸せのためにそうですえ自分の幸せはみたいな感じで。あなるほどね、はい、本当にこことここ切りそうですよ。本当にここ切りそうです。もうちょっともう残り時間少ないので変なエンディングになってしまったじゃないか結婚式場で、はい、人の幸せ見まくってうつ病って、もうその話も終わり。ゴン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 終了終了終了、終了、はい、じゃあちょっと残り時間が少なくなってきたので、はい、ちょっとねあのプロレスラー山下里奈としての、はい、ちょっとあのビシッと、まあ、このチャンピオンシップも迫ってますけどね、はい、2021年、うん、あの山下里奈のここを見ろみたいな、なんか意気込み抱負的なものがいただければ。はい、そうですね、私自身もなんですけど、うん、藤田実さんと組んでる時の山下はどうなのって結構みんな気になってる人多いけど見に来てない人多いので、うん、そこをもっと見てほしいなって思いました。なるほど、はい、そうで、うん、今なんか髪が落ちました、はい、そうで、まあ、次ベルト挑戦するんですけど、うん、私は結構藤田さんに助けてもらってるので、うん、私が藤田実を引っ張りたい。おー、ちょっと大きく言い過ぎたかな。大きく出たね不安になってきました。私が藤田実を引っ張った上で、はい、あのでかい2人を倒すぞと。はいはい、はい、いやでもね、はい、なん、はい、ちょっと楽しみですね。でも一度やってあの、うん、実際負けてますからね去年8月かな。そうですね、うん、とりあえず今年の山下里奈っていうよりは目先の、なるほどね、目標なんですけども、うん、多分なんかその先がなんか分かんないけどある気がして、もしベルト取れなくてもなんか、うん、分かんないんですけど、これは多分予感なんですけど、うん、なんかその組んでてなんかあこの先もなんかありそうっていう、うん、なんか可能性を自分は勝手に感じてて、うん、多分それ本人聞いたらまたキュトンですると思うんですけどねみたいな、はい、そうですね、なんか、うん、そんな感じの私の一方通行なんですけども、なかなか噛み合わないところがまたいいチームワークなんだろうね、この2人はね。噛み合わなったらいいなと思ってるので、うん、私自身と私が組んでる誰かと組んでるところとか、うん、私が、ま、私となんか私が巻き込んでる人たちも一緒に見てほしいなって思います。なるほど、はい、関わる団体で、はい、いい話ね。まあ、藤田実とのチームを見てほしいってことは、まあ、すなわちフリーダムズを見てほしいってことで、はい、よろしいでしょうか。はい、そういうことにしときます、はい、はい、それしときます。まあね、明日はアイスリボンもあるから、はい、みんなも早起きして見に行ってあげてください。はい、無事つけるのか、はい、はい、みんなの方が早起きしてる可能性ある ね、 そうですね、はい、じゃあ、今日もですね、もうそろそろ終了の時間となりました。来週は1月29日ですね、はい、来週のゲストも、決まっておりません。はい、あのなんなら山下里奈も昨日ぐらいに急遽決まっておりますので、うん、なかなかね今こうみんなもいろいろバタバタ忙しい、まあ、緊急事態宣言なんかもあってなかなか僕も誘いにくかったりとかしましてですね、うん、余裕で誘ってきました、はい、ごめんね。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。いや、でも本当に何人か声かけたんですよ、声かけたんですけど、やっぱなかなか難しくて、
で、あ、これで多分すぐね OK してくれるのこいつだろうなっていうぐらいの感じです。ありがとうございます。はい、さすがやました。はい、さあ、東京にいるときはね、いつでももう目いっぱい利用してやろうと思ってますんで、はい、はい、またこういう番組でもバンバン出てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ではまた、来週もですね、まだゲストこそ決まっておりませんが、来週もこの時間、毎週金曜日の夜10時から、鳥越アズリエムファイトフォーユーフレームをお送りいたしますので、ぜひまた来週も皆さん、ご視聴よろしくお願いします。では、次回2月9日後楽園ホールでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。